か。こんにちは。おお。ああ、よし。Obrigado por ter vindo, meu querido. Obrigado, obrigado. 人と人の触れ合いを大切にしています。根性だったら負けません。って感じですね。三浦シュート決まった。美しすぎる。日本代表です。はい。ありがとうございます。一番大事にしてください。はい。背番号11のロッカーをお使いください。はい、おー、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。最初はあれなんだろう。長所が4歳とかできるね。できないかも。できる。じゃあ、スタートで動ける選手で行って、それこう対抗。ただ例えばさ、木口が出て、ルッ出て、あ、ちょっとダメで、親出てくれて、それでまたもう一回出て、またもう一回親出ても構わないから、それちょっとやる。そうすると、もう出たその何分になるかわかんないけど、出た5分か10分がやっぱり真剣にやってほしい。やっぱね、集中してちょっとやってほしいね。YouTube も僕はほとんど見ないんで、 YouTube っていうのはほとんど知らないですし、現代から置いてきぼりになってる、アナログ人間なんでね、SNS っていうのも一切やってませんし、情報も少ないですね僕は。そういう意味で、人と人の触れ合いを大切にしています。根性だったら負けませんって感じですね。今までサッカーやってきて、現役やってきて、引退した人たちがね、そういう場でまたサッカーに触れられて、こういうふうな素晴らしい環境でできるというのは嬉しいんじゃないですかね。でたくさんの人にそれを、まあ、YouTube たくさんね、若い人も見てるみたいですからね、そういう場で自分のプレーを披露できるというのはいいんじゃないですかね。いや、11月に一緒にご飯食べたんでね。そうですね。ラモスさんは元気でいてくれないとね、ラモス監督の下でやるの初めてなんでね。まあ僕ラモスさんにちょっと呼ばれて今日来たんでね、突然1週間前ぐらいに。僕はよく分からないで来てますから。さっきまでどこと対戦するかも知らなかった。とりあえずサッカーをやろうって言われて、日産でやるから出てくれって言われて、20分の30分だけだからって言われてで来たんですよ。昔から知ってるメンバーもいますし、ほとんどでも進行ないですね。南雄太ぐらいですかね。この中で僕が連絡を取れるって人間は。本当にどこで出るの？左サイド。この辺にめちゃくちゃ走ってもらうしかないよね。そうですね。この辺の。タコタも全然楽勝でしょ。ブラジル時代です。ブラジル時代に左ウイングでしたから。もう今はちょっとあそこきついですね。でも今日、まあ攻めだけなんですよ。守備はしなくていいんじゃないですかね。今日守備やるんだったら僕はもう帰らせていただきます。もう始まる。あ、もう始まったんじゃない。見に行こう。軽く寒いからね。とにかくガチャガチャあんまみんな走らないでやってくれたらいいなと思ってます。あんまガチャ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 ねなるとあんま面白くないじゃないですか。なんかエンジョイして やるような雰囲気がいいかなと思いますけど、そこで勝負にこだわった感じで、
ブラウンさんもなんか勝負にこだわってたからね。そこは素晴らしいですからね。みんな見習ってほしいですね。はい、よろしくお願いします。会場の皆さん、ジョン・ケセ選手です。はい、ありがとうございます。いやいや、Vai lá, vai lá. Não fica muito na ponta, não. Vem comigo, pega a bola. Pega, toca a bola. Se você sai um pouco, volta depois, seu segundo jogo é melhor. Vai jogar tudo, você fica lá. Fica lá, escolhe a bola. Vai, obrigado. 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 Vai, obrigado.ラモス・ルイ監督が率いますグリーン・ラクーンです。おー、この辺も激しく潰します。そうですね、はい、ワンタッチ、三浦和義。さあ、左のサイドから小川のクロス、真ん中チャンスだ。駒野がいた。なんとあそこに駒野がいた。サイドバックの駒野がなんと左サイドバックから右サイドバック、意外性を見せました。グリーンラクーン先手先制です。はい、で田中達也が右のウィング、ここですね。あ、来ましたね。さあ、田中達也のふわっ、おー、ちゃんとカズヘディング。おー、岸選手はウィング入ってるんですね、うん、はい、お、左のサイドチャンス、カジ、左足、ウンパルンパ倒れた、入れ直したカジ、お、チャンス止めて、三浦シュート、決まった。手を叩いたラモス監督、カズゴール来ました。大歓声日産スタジアム、2017年3月12日以来のカズゴール。みんなが見たいゴールでしたね。いやー、すごい。しかもラストプレーだ。あ、大津選手いいパスしましたね。かかと、美しすぎる。かなと思いますね。で、同時にこのグリーンラクーン、ラモス監督のチームなかなか強かったですね。グリーンラクーンですね、はい、結構ガチで来てますね。ラスさんいました。放送席、今日のヒーローインタビューです。三浦和義選手です。ナイスゴールでした。どうもありがとうございます。素晴らしかった、あの斜め左45度からのシュート、どんな感触でした？いや、ちょうどなんかリラックスした感じで、力が抜けてたから入ったかなと思います。ありがとうございます。おめでとうございます。ナイスゴールでした。三浦和選手でした。ありがとうございます。思いますし、あのサッカーを盛り上げるためにやりたいでしょ。監督ってやりたくない。いやな、監督はね、このメンバーだったら楽だよ。やってくれるから。真ん中いいね。
た全員が出るからね、全員が出るからね、スタートしたとからね、最初からね、ぜひ、はい、カプタン、この唐揚げ、ほんぽはい、はい、解説としていろんなコメントをしてくれることになっています。さあ、30分一本勝負です。山田裕樹、背後見た、左足を自分で打ちました。ゼラッター、家元主審、笛鳴らして PK スポットを指しました。豊田、これはきっちり沈めました。いつもの飛行機ポーズ、さすがですね。三浦、その三浦和義が受け直します。おお、ここで駒の左足、繰り返しますが、この人は右サイドバックなんです。そうですね、左に流れた三浦和義、真ん中に数を狙った、ファーに前田が逃げて、今少し後ろで待っていた三浦和義。これで三浦和義、またぎを入れます。相馬、大津です。あ、背後にはちゃんと駒野が出てきて、ふわっと上げた、後ろ向き止めて三浦和義、相馬のシュート、これは際どいチャンスでした。左サイドバックに変えて玉田、カズのクロスのチャンス、ヘディング、ショートコーナーから三浦の折り返し、最後大井健太郎です。さて、30分一本勝負のこのゲームなんですが、相馬が預けます。出ていく、走らせたカズのパス、佐々木いいカバー、しかし相馬も頑張る、前に行かず、おー、ラストパス、山田からチョンテセ、山田ひろきで崩しました。そして仕上げました、チョンテセ、これで試合終了です。このシーズンオフに素晴らしいエンターテインメントを見せてくれたこのプレイヤーの皆さんに、日産スタジアムから惜しみないねぎらいの拍手が送られました。お疲れ様でした。ありがとうございま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 した。入れなかったので、自転車で今日こうやって、そうですね、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。ずっと活躍が見てたんで、私も成長できた1年で、はい、日本代表で、はい、頑張ります。もっともっと良くなるよ、はい、頑張ります。あなた、ポンポは、なんでピースポーズ、悪くなったものを5って、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。やばいね、取られないもんね。取られないのはいいですけど、飛ばないっす。まあそれはさ、まあしょうがないよ、もうさ、ね、引退中そんなやってないんだからさ、蹴るのってやっぱ大変だからさ、筋肉ないと。囲まれても取られないと他楽になるまで。そうなんですよ、早くもできる人が増えてくるとね、絶対楽じゃないですか。前一人離してくれよって思うんですよ。もうそう、ずれてくるんだよ。そうそう、今もう疲れてるのにバーンで出されるから、結構ホワイトとかも大変なんですよ。潰されちゃうもんね、読まれちゃうし、結局カウンターされるじゃんって。じゃあどこで一人剥がす、なの2列目剥がすっていうのができてるみたいな。話せたら本当楽しょうがないですよ。でも取りどころじゃないですか、ある意味俺らは。だからそこをバーってかわしたらチャンスになるんで、増えてきたらいいですよ。前で思いっきりサッカーできることに幸せを感じます。これからもサッカー界を盛り上げていくためにみんなで頑張っていきたいと思いますので、応援の方よろしくお願いします。本当にありがとうございました。良いお年をお迎えください。カズさん、ありがとうございました。
いや、最高だね。いや、キゴー、meu、キゴー、mano。ゴーラス、ゴーラス。元気ですか？元気です。来年はカナダで。カナダで住んでる。地元なんで頑張ります。頑張ってね。ぜひ対戦できて嬉しいんですけど、ずっと憧れてました。はい、ありがとう。一番大事にしてください。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。写真撮る。あ、ぜひ。チーズ。はい。ありがとうございます。来たらいい。はい、チーズ。クラブの好きだ。ちょっと写真だけでいいですか？すいません。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。また見に来ますから。どうも、はい。みんなね、本当に情熱を持ってサッカーが大好きで、プレーしてるなっていうのが本当に伝わってきました。はい、そういう意味でウィナーズの選手たちの姿っていうのは、みんな、感じるものがあったし、僕なんかもああいう気持ちっていうのは勉強になりますね、やはり。そうですね、まあ素直にその皆さんがね、見に来てくれているお客さんも含めてチームメイトからウィナーズの選手からみんなが喜んでくれたんで、とても嬉しく思いますね。はい、本当に幸せな時間ですね。時間が止まるというかね、そういう空間でゴールというものは、これからも求めていきたいなって思いますね。はい、まあ長い間コロナ禍ということでね、なかなか、まあ、Jリーグはねずっとお客さん入れてやってましたけど、こういうサッカーのイベントの中でこうやってお客さんが入って、この素晴らしいスタジアムでプレーできる、お客さんがいる中で、プレーできる幸せというものを改めて感じました。はい、このコロナ禍でもみんなが前進しているなというものを感じる中で試合が行われたと思います。そうですね、もちろんサッカーというものはサッカーをする技術、戦術というものは大事なんですけど、やっぱり一番大事なのは皆さんが持っているその情熱だと思いますので、ね、そのサッカーに向ける情熱、人生の中で生きていくための情熱、そういうものをいつまでも持ってやっていってほしいし、そういう姿に僕らも感動しますし、僕自身本当に今日も勉強させてもらったなと思います。頑張ってください。応援してます。